こんばんは。MSTV ニュースの時間です。鈴木株式会社は2023年11月にイタリア・ミラノで開催されたエイクマ2023で発表したクロスオーバーバイクの新型 GSX-S1000GX とスポーツバイクの新型 GSX-8R を1月25日より日本国内で発売いたします。 新型 GSX S1000GX はスポーツツアーラーとアドベンチャーを融合させたクロスオーバーバイク。そして新型 GSX8R はライダーの年齢やスキルを問わず街中からワイディング、サーキットまで多様なライディングを楽しめるスポーツバイクです。メーカー希望小売価格は GSX S1000GX199 万1000円 GSX8R114 万4000円となります。以上、MSTV ニュースでした。 お疲れ様です。私としてはですね、はい、やっと発表になったと思う GSX の、まあ、GX もそうなんだけど 8R っていうね 8R、はい、見ちゃおうかなよスポーツバイクだなスポーツバイクですねこれがですね、はい、やっと出てきてさあこれの価格がですね、はい、やっと発表になりました実はですね、先日、えー、トライアンフの660、はい これが出てですね結構物議を醸し出して、えー、150万ぐらいだろうと思っていたのがですね、はい、なんと,なんとちょっと今比較表が出て <laughs> なんと、はい、デートラ660が、うん、108万5000円で出たんだ、うん、いや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 150万140万ぐらいかなと思ってたらだいぶ <laughs> もう日本国内のマシンに揃えてきたんだけど、うん、えー、対して今回の。 8R、はい、はですね114 11万4千0千だもんね。はい、外車より若干高い。うんうん、ここはねちょっとおっと思うんだけどまあ 8S が106万7,000なのでカウルがつけば当然。 カールがつけば当然少し高くなるんだけどね、こんなところがですね値段がちゃんと発表されて、われわれ購入する側としてね、ついにこう来たかというのが正直なところ。今ね、ここに出てるのは、これ、欧州仕様のカラーリングなので、これだけ見ると、黄色とか白はなかったよね。ある、白ある <laughs>。今、情報的には黄色だけないのか、日本国内に。 え設定で欧州仕様が黄色があったんだけど日本国内は青と白とブラックという形になっておりました 8OS が青、白、ブラックだったのがえ同じか青、白、ブラックでなんと日本国内仕様にちょっとこの黄色の設定がなかったんだけどねまあこんなところがですねちょっとニュース的にはですね早めにお知らせしたいなあと GX ツーリング ツーリング仕様、はいはい、スポーツアドベンチャー、うん、価格がですね GX199 万1000円、百0 0万近いのかという、ですねこれちょっと他の車両を比べてみると、はいえー、ホンダの NT1100 が169万4000円、うん、忍者 n 1 0 0 0 s x に関しては159万5000円。 というですねそれよりはちょっと値段が高くなってきてしまうんですがまあなぜ高くなってきてしまうのかにはですねまあサスペンション新しい電気システムを使ったえ調整付きがですね今回はオプションではなく多分そのまんま調整式のサスペンションが付いたというところにはちょっと値段が高くなったところかなと、まあ、あとはエンジンが元がねあのスーパーバイクの GSX 系のエンジンを使っているのでまあそのエンジンをね使った車両 例えば刀とかえ刀とかはそれはそのまんまネキと雰囲気でも150万円以上したのでどうしてもアドベンチャーとしてしっかりやっていくとまあ値段はそこそこになるかなというのがねちょっとあれですけどねただ私としてはね先日 BMW の R1300GS に乗ったら。 これはいいという、鈴木のニュースをやっておきながら、R1300GS、これはいい、これは欲しいって、はい、あの、試乗会で言ったんですよね、はい。だけど、それの金額はね、284万3000なんですよ。<laughs> すごいですね。な <laughs> けりゃいいってもんじゃないんだけど、まあ、日本のこう、バイク乗る人はね、 どううしても、ね、高くてももね高くければ買っちゃそういった意味ではこの GX もね <laughs>、うんまあ、いい走りいいアドベンチャーいやアドベンチャーツアーラねスポーツツアーラかって書いてあったよてツーリングしながらも、うんまあ、アドベンチャーができ、えー、そしてエンジンの持ち味が面白ければっていうので定評あるエンジンなので、うんえー、私的にはそこが魅力で、まあ、売れるんじゃないかなというふうに思っておりますが。 はい、発売日本国内発売も出ていなかったのが今回は一月二十五もう来週ですね。このニュース収録している時はですね一、はい、月十八日なので、うん、もう一週間後なんですよ。ちょうど,、はい、ょうどそうなると日本で走っている車両もですねまあ出てくるということでこれはねうちも借りなきゃいかんなと借りますか。<laughs> いや絶対借りますよ。絶対,す絶対に乗って。<laughs> うん

融融合合させたたっっってて言言かからら何だスポーツツアーラーとアドベンチャーを融合させたってからなんか、うん、あと見た目がかっこいい。んだろうねなんかこう <laughs>、うん、魅力を感じてしまうアドベンチャーに魅力を感じてしまうってうのはね若い人でもな,なんで見た目なんでこの、うん、普通にこのスポーツバイクよりもアドベンチャーの方が良きと思うところがあるわけ こっちね、ごちゃごつい、うん、うん。かっこいい。かっこいい、うん。ちょっとさ、ちょっとさ、スポーツバイクのかっこよさなんか語ってよ。えー、スポーツなんかスポーツスポーツだなって感じ。デー、うん、な。<laughs> なんか乗る乗るにしては見てる分はいいかもしれないんですけど、うん、自分が乗りたいって思うのは、こっち。こっち。っちお。 まあでもね、それがこう今のね MSTB としてもねまあ俺の考えとかねもうベテラン勢の考えだけだと世の中やっていけないんで若い子のね、考えを取り入れていくとでもアドベンチャーってやっぱり若い子でもかっこいいと思うところがあるの何がかっこいいそれが形か。なんだろうワイルドなのかな。いかついいかつさだよねだから。さ、いかつさ えそんなところでちょっとねみんなの気を引くのはでもねまあベテラン勢もそうなんですよただスーパースポーツばかりじゃないよっていうところでねただ俺にはねなんだろうなこうスーパースポーツの,こう無駄の無駄の無駄のなさというかね無駄、うん、プロ感がプロ感,プロ感が行き過ぎてるのかな私がツーリング行こうとしてもちょっとプロっぽすぎるよっていうねただねかっこいいかっこいいでしょ。 かっこいいでしょ。いまあのまあ、今時こうスーパー、うん、スーパーバイクでもあんまりエンジンにお金かけすぎずに、うん、まあミドルスーパースポーツバイクという形でね、うん、え今114万円でしょ114万円で、まあ、サーキットでも楽しめるようなこういうマシンがねいろいろと出てきました。えー、他にも YZFR7 だよね、あとね、えー、そんなところとですね、対決するようなですね車両がいっぱい出てきて、もうまだまだ、なんか、今年も面白くなってくるな、そして乗るものたくさんあるな、というね、まあ、これ辺はサーキット持ってかないといけないよね、<laughs> サーキット持ってかないとね、膝ざすりキャンプでもいいし、えー、でもやっぱツーリングっていうのをですね、ちょっと今回は発表させていただきました。はい、えー各、あっ、あちゃ各マシンがですね、ちょっと出そろってきたので、うん、はい。 改めて紹介をさせていただきました以上今日のニュースもう一つ締め言っていただいていいですか今日は何の発表があったんでしょうか今日は新型 g s x s 1 g x と、うんはい、新型 GSX-8R の発表をさせていただきましたはい日本国内販売の日程と、はい、そして価格はですね 出ましたというニュースを、え八、ー、期生リアちゃんと。ちょっとたどたどしかったんですけど、でも私としてはですね、<laughs> 即お届けしたいニュースでした。<laughs> 以上、皆さんまたお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。